手のひらを合わせてよく観察してください。手相を見るとあなたの恋愛運がわかります。手相は嘘をつきません。本人よりも正直に語ってくれます。ここでは恋愛に関する手相の見方を解説します。さあ手のひらを合わせてみてください。あなたはどの手相に当てはまりますか？1、左右の線が同じ高さの場合。パートナーの手相が左右で同じ高さの場合、あなたはラッキーです。彼らは切実で長く続く関係を求めています。理性的で急展開は好みません。また分別のある人で性格は穏やかです。人の意見にも耳を傾けます。2、左手の線が低い場合。この場合、年上の相手を好み、年の割に老成しています。恋愛上手でロマンチスト。社会のルールにとらわれません。第六感が鋭く働きます。3、左手の線が高い場合。この場合、真剣な付き合いを急いでいません。また幸せのために愛が必要だとも考えません。しかし運命の相手を決めるとしたら、相手は年下か国籍が違う人になるでしょう。一目惚れしやすく自分に自信があります。頑固で自立しており、困難も簡単に乗り越えていきます。さてパートナーとの手のつなぎ方も重要です。気がつかないかもしれませんが、つなぎ方一つで二人の関係や将来性が見えてきます。手のつなぎ方が表す本当の意味を見ていきましょう。1、手のひらを合わせる。このように手をつなぐ場合、二人の関係は情熱よりも愛情で成り立っています。また手のひらを下に向けている人の方が個性が強く、主導権や決定権を握ることが多くなります。2、恋人つなぎ。指を絡めるこのつなぎ方は、情熱や二人の深い関係を表しています。このつなぎ方をするときは、お互いにしっかりと手を握ることが大切です。どちらかが力を抜いている場合、あまりいいサインとは言えません。3、指切り幻満つなぎ。この手のつなぎ方をする場合、お互いに自分の時間を大切にしたいと思っています。相手のプライバシーを尊重し合っているカップルです。どちらかが友達に戻りたいと思っている、デリケートな時期を表している場合もあります。4、反対の手を添える。反対の手を添えるようなつなぎ方の場合、二人の関係が良くない方向に向かっていることを表しています。悲しいことに、これはあまりいいサインではありません。独占的なパートナーであることも表しています。5、腕組みつなぎ。社交行事でよく見かけるつなぎ方ですが、いつもこんな風に手をつないでいるのでしょうか。相手の手を掴んでいる側が守ってほしいと思っているか、二人の関係にわずかな不安を抱いています。6、指先つなぎ。指先を握り手を引くようなつなぎ方は、二人が対等ではないことを表しています。手を引いている側が相手の決断をせかしています。もしくはどちらかが日常化してしまった関係に飽きているサインかもしれません。7、手をつながない。相手が手をつなぎたがらない場合、あなたへの気持ちがそこまで強くないのかもしれません。しかし恥ずかしがっていたり、プライバシーを守りたいだけのこともあります。焦らず他の兆候にも目を向けましょう。何も心配することはないかもしれません。健全な関係とはどんな関係でしょう。あなたの考えをコメント欄で教えてくださいね。評価ボタンもお忘れなく。ブライトサイドにチャンネル登録をお願いします。